ハンマー・ダルシマーとは全く別の楽器である。ダルシマーという語の由来はラテン語であり、完美な旋律を意味するドゥルセ・メロスが語源として推察されている。台形の共鳴体に貼られた多数の金属製の弦をハンマーと呼ばれるバチで打って演奏する。弦を弓などでするか、弾いて音を出す演奏法が圧倒的に多い弦楽器の中では数少ない例である。 金属製の弦を打って音を出す点や音色の類似性からピアノの先祖と呼ばれることもある。同系の楽器として西南アジアのサントゥール、ハンガリーのツインバロム、タイのキム、中国のヤンチン、朝鮮のヤングム、ドイツのハックブレットなどがある。アジアで使用されるダルシマーは比較的小型であるが、ヨーロッパではオーケストラで使用するにあたって、 音域を広げる必要が出てきたために大型化が試みられ、中には100キロ近い重量を持つものも作られている。米国でポピュラーな民族楽器で、ヨーロッパの移民がもたらした楽器の一つに、アパラチアンダルシマーがあるがこちらは、発言楽器であり、多言楽器のダルシマーとは全く別の楽器である。オンラインエチモロジーディクショナリー。ありがとうございます。